こんにちは、こんにちはです。今日はですね、篠笛の運指っていうのを、しっかり、知りたいとか、知りたい。人に篠笛をしているときに、チャットね、どうやったら運指をしていますかみたいな形の希望があったので、それをしていきたいと思います。で、一応ですね、篠笛最初選ぶときにですね、八本調子のドレミを選ぶと、ドレミカン歌物を選ぶと、ドレミファソラシ、ドレミファソラシ、ドレミファソっていう風に簡単になります。すっごい運指簡単でしょ。で、他の調子を選ぶと、最初全部塞いだ時がドじゃなくなるので、1音ずつ上がっていくのは一緒なんですけど、ちょっとめんどくさくなるかなという感じです。で、篠笛とか尺八とかって面白くて、全部塞いだらっていう風に、全部塞いだらっていう風に音を考えるんです。全部塞いだらって。だから、例えばですね、数字符でやってる場合、これ1なんですよ。これ1。これが1。これが2。これが3。これが4。これが5。これが6って感じで、1、2、3、4、5、6、7。八本調子で言うと、ドレミファソラシっていうのと、1、2、3、4、5、6、7っていうのが対応してるんですけど、例えば、篠笛の場合は、別に、例えばこれ7本調子なんですけど、7本調子で、これ、全部塞いでも1なんですよ。1、2、3、4、5、6、7。ただこれ、例えば実音で言うと、C かな？これ、塞いだのが C。で、次が、ドシャープ。レシャープみたいな形にね、多分なると、ちょっと待ってください。なると思うんですけど。そうですね、なってますね。ドシャープ、レシャープ、ミみたいな形に、こうなっていると思うんですけど、別にこれも1です。2です。だから、よくその原曲キーで吹きたいときは、みたいなね、言い方をするんですけど、譜面だと、こう合ってます。で、だから私はもうそれも調子に乗って、例えば自分で譜面とか書くときはドレミで書くんですけど、普通にドレミで、100本調子でドレミで吹くと、原曲キーじゃない場合も、例えばこれを5本調子で吹いてねって言って、5本調子を全部塞いでドっていう形にすれば、原曲キーで吹けるみたいな形です。どっちにしてもですね、基本的に8本調子をまず買ってもらえれば、そのドレミの曲を吹くんだったらすごく楽だと思います。で、次ですね。一応今日は初心者の方に、篠笛って楽しいよっていう時に、運指も簡単だよっていう時に、どんな説明をした方がいいかっていうところなので、ちょっとそのあたりしていきたいと思います。まずじゃあこれ全部塞ぐとなんですけど、全部塞ぐとどうなるか、これは高いレアになります。で、だからこれを普通にここと音程合わせたかったらこれめってください。めるっていうのは最初難しいこと言わなければ、こうやってやればめれます。こうやってやって、ここをこうやってやって、ここの塞ぐスペースっていうのをちょっと低くね、ちょっとキュッてすればいきます。で、全部塞いでめるとラーから始まって、次、ドレミファソラシです。篠笛で言うと、これは全部塞ぐと0。0の下にポッツン、つつねとか、0の下にポッツンとか、下にポッツンとかあったりするんですけど、0です。で、次行きましょう。基本、1オクターブ目、2オクターブ目、3オクターブ目っていう風に篠笛分かれてて、1オクターブ目が篠笛譜で言うと、普通は漢字で書かれてます。で、2オクターブ目が数字。で、3オクターブ目が数字の上にちっちゃいポッツン書いてます。で、1オクターブ目の1、2、3、4、5、6、7っていう風に漢数字書かれてたら、それはどれ、あの、8本調子で言うと、ドレミファソラシドです。じゃあ、1でド。2でレ。3でミ。4でファ。5でソ。6で7。8で、すみません、7で4。
ていう感じです。で、ここで重要なのはまず、まあ持ち方ですよね。はい、唇とこことここで安定するようにしてください。最悪この C の時にこれだけでなんとか抑えれるようにするとグッドです。で、添えるって感じですね。添えるって感じです。で、忍ぶへのじゃあ運指確認していくんですけど、最初つつねから始まって1、2、3で、4からだいたい、まあ塞いでも塞がなくてもいいんですけど、安定のために塞いだりします。5、6、7って感じです。ドレミファソラシ1、2、3、4、5、6、7です。いきますか。ついでに半音言ってきます。半音は半分開けるかメルかで音程が半分にできます。で、そのちょっとめったり半分開けたりするのを組み合わせたり、半分開けるだけメルだけっていうのもできます。実際試してみます。じゃあドシャープ0のフラットですね。1の、2のフラットです。半分開けてますね。こんな感じです。じゃあ次行きましょう。ミのフラット。で次。ご存知のようにミの次は半分とかないですね。ミの次はファーなんで、ここはまあ別に半分しなくていいです。はい、でファーのシャープ。ソーシャープ。シフラってなります。で、まあいろいろ多分替え指あると思うんですけど、両のシフラで、まあ一番シノブエとして普通にポッチについてないゼロって言われるときは、シフラってあのやり方がいろいろあるんですけど、まず一番オーソドックスなのはこうでしょう。こう半分開ける。で次スライド式で、半分の開け方っていうのはこうでもいいし、こうでもいいですけど、まあ、これは自分の好きな感じ。スライド式。そして、シフラー替え指がありまして、これ。全部塞いでる中で、左手の中指だけ離す。ただ、この場合はシフラなんですけど、かなり刈らないと、シフラの音程取れません。このまま吹くと、ちょっと低くなったりしますので。あと、両の音だけなんですけど、これがシフラ。まあ、ちょっとめってやればこれがシフラ。はい。さっき缶の方言っておきますと、缶はもうこれでシフラ。まあお持ちの缶でやってみてください。まあ別に面倒くさかったらもう半分でもいいです。ね。まあ私は大体替え指使わずにそのままシフラでやってます。ただ、品声の曲の場合は、これで、吹いてくださいよっていうゼロの音声も出てくるので、その時はこれ使ってます。はい。で、あの、オクターブ A ですね。オクターブ A でも特に、変わんないです。ただ、この、最初、ってくるときに、ここを開けたり開けなかったりする方がいるらしいです。音程変わんないんですけど、音色が変わりますよね。はい。で、まあ、私は大体これで吹いてるんですけど、っていう音色が好きな方は開けてたりします。はい。だから、ドはどっちでもいいです。はい。次で、高い方の例、数字の2ですね。数字の1、2、3、4、5、6、7が、八本上詞で言うと、ドレミファソラシになります。はい、みたいな感じです。で、これも別に半分も半開きするだけです。
みたいな感じですね。はい。まあ半分開ければオクターブ上にできます。では、ここからですね。ここから大関音です。大関音はちょっとね、初心者の方には難しくなったりするんですけど、まあだんだんですね。はい、これが1です。大関音はちょっと音声が難しくなります。これが1です。です。で、次に、大関2なんですけど、こうです。ただこれだと音程が高い場合があるんですよ、笛によって。だからその場合はここをちょっと塞いでやれば。これでぴったりの感も多いです。だからまあこうしたりこうしたりですね。これが大関の2。大関の0ですね。2の上にポツンついてるタイプです。はい、次です、3です。3はこうです。次です。ファーは、ファーっていうか4はこうです。で、次、ソーは、ここがこうなってるに対して、逆です。こうです。ファー、ソーです。で、だいたいここまでしか使わないんですけど、なんやろ、6行きたかったら、こうかな。みたいな、もう、あります。でとか、あとはこうかな、待ってくださいよ、ポンポン、まあ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 、いろいろいろんな開き方があるんですけど、でまあまあ大体ここまでしか使います。で、まあそれぞれのシャープなんです、シャープラットなんですけど、これの同シャープはこうです。ここをで気合です。なかなかでにくいですね。同シャープですね。あ、全部塞いでもいいかな。私フラ。全部塞ぐか。ファーになりますね。出にくいですね。ちょっと考えてみましょうかね。ドーシャープ、あ、すみません、間違えました。ドーシャープこうですね。出るわけない。ねえ、だってドーシャープってレフラなんで、ドーレ、あれ？うるさいですね。まあまあ一応これのちょっと半開きで出たり出なかったりぐらいです。はい。大関のだからレーシャープはこれは出やすかったな。はい、これは出やすいですね。でミはミフラは1、2、3、こうらしいですけどね。まあみたいな。まああんまり使わないですね。まあどうしても使えって言われた時に使うぐらいの感じだと思います。はい、いけますかね。はい、まあそんな感じで、まあ一応白笛の牛なんで、まあ基本的にはあんま、まあ大関までシャープフラット使わないと思うんで、普通に発音してドレミファソラシ、ドレミファソラシ、ドレミファソみたいなね感じで覚えてくれたらと思います。はい、いけますか。はい、じゃあですね、まあ一応まあ忍ぶへの運指をという形で、まあ簡単ですね。まあ本当に替え指はいくらでもあるっぽいんで、簡単な替え歌、替え指とね、説明をしました。はい。ありがとうございます。で、あれなんですよ。一応、
ちょっとね、この、皆さん、多分見られてない方は多いと思うんですけど、鬼滅の刃っていう、アニメが今してまして、そのアニメのですね、19話に、竈門炭治郎の歌っていうのが出てくるんですよ。で、それって、竈門炭治郎の歌なんですけど、その竈門炭治郎の歌の中に、しのぶえパートがあるんです。すごいでしょ。竈門炭治郎の歌の中で、しのぶえパートがあるんですよ。だから、歌の、元々の歌にしのぶえが入ってるんですよ。で、僕ちょっと、すごいいい曲なんで、もしあれだったら、竈門炭治郎の歌を見られるよりも、もしあれだったら、本当にお時間があれば、鬼滅の刃1話から19話まで見て、この1話から19話見た19話で竈門炭治郎の歌が出てくるので、そこで見てくれた方が、この歌の良さがわかると思うんですけど、やっぱり挿入歌なんで、特になんだろう、タイアップ、私の曲を聴けじゃなくて、竈門炭治郎のための歌なんで、やっぱり1話から19話まで見た方がいいと思うんですよ。1話から19話見ての竈門炭治郎の歌なんですけど、で、それがまあ一応しのぶえパートもあって、もしもし見られてる方とかいたらね、これ、私のですね、奥伝、アニソン流尺八、まあ私、当家なんですけど、まだ奥伝も行ってないんですよ。奥伝の曲にしようと思ってるんで、まあちょっとそれのね、ちょっと解説をね、またしたいと思うので、まだちょっとね、まだ吹けないんですよ。Amazon Music でですね、よいしょ。よいしょ。Amazon Music で今、一応ダウンロードして、まあ覚えてる最中なんですけど、まあちょっとね、吹いてみますね。で、しのぶえでなんと、しのぶえで全曲、八本調子で、しかもしのぶえで、しのぶえパートまで入って八本調子で全部いきます。っていうのがまあ、しのぶえパートですね。ほんで、みたいな形の曲なんで、まあ、もしもあれでしたら、まあ、私の動画でもこれはね、吹き方扱っていきたいと思いますので、まあ、皆様も興味がありましたら、鬼滅の刃の Amazon プライムに入会されてる方は見れると思うんですけど、まあ、YouTube でも竈門炭治郎の歌って、出てくると思います。Amazon プライムミュージックの250円ぐらいかなで買えると思いますので、もしあれだったら聞いといていただければ、次の竈門炭治郎の歌、しのぶえパートも含めて八本調子で吹いてみようっていうのを楽しめると思います。はい、じゃあそんな感じですね。今日はね、まあ、しのぶえの牛っていうのをやってみました。ありがとうございます。